8章 PM10 時55分。皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。真実を求めて運命更新、ゴーストトリック実況プレイパート24。今回は第8章を新しくやっていきたいと思います。 D99 号を救出するため私は刑務所を訪れた。刑務所、そこはいつもある種異様な空気に支配されている。しかし今回は何かが違った。処刑、記憶を失った私にその具体的なイメージはない。しかしそこにまとわりつく不吉な匂いを私は感じていた。その匂いが今強まっている。どうやら一歩遅かったかもしれない。それでどうなのですか、自家発電装置の方は。今やってるみたいっすよ。時間がかかるみたいっすね。あの部屋の内線電話もまだ復旧してないっすからね。電話が使えないよーっていうのを教えてくれた。優しい。ああ、今にも荒くれどもが押し寄せてこないか。荒くれどもなんていないっしょ、ここには。バンドマンとソーセージくんとヒゲのおっさん、3人しかいないよ。それに一番凶悪なのはもうどこにもいないっすから。一番凶悪なの、この中で一番重い罪を犯したのは殺人犯であるジョード刑事。それは言わない約束じゃないですか。っていうかさっきから何踊ってるのこの人。なんでもいいけど、その妙な動きやめてもらえないっすか。目障りで耳障りっすから、そのうち殴りますよ俺。これは我が家に触る、それはありがたい踊りなのですよ。どうしていいかわからないときこれを踊り舞うべし、というてんてこの舞というのですが。うん、それてんてこ舞の意味が違うよね。いやー、この先輩ほんとキャラクター好きだわー。面白い。こちら特殊処理区画、処刑室だ。やっと内線が通じた。地下発電装置が復旧するまでこっちは真っ暗だけどな。それでどうだそっちは。さっきから本部から電話が鳴りっぱなしっすよ。やれやれ、この刑務所の存在を外に漏らすわけにはいかない。なんとか食い止めるんだ。先輩は踊ってるか。なんでお前わかったんだ。っていうか特別な犯人を収納しているこの刑務所は他に存在を知られちゃダメなのか。踊ってますね。ますます絶好調っす。ビデオで撮っといてくれ。片付いたらみんなで見よう。名物と化してないかこの踊り。地下発電装置が復旧したら防犯カメラで録画しておきますよ。みんな大好き先輩なんだな、きっと愛されてる。それじゃあちょっとなんか言ってる。ねえ、まだですか復旧は。本館そろそろ限界です。復旧するまで踊り続けるんですか。じゃあやめたら一緒、誰も止めないし求めてないし。いやでもさっきの人は録画しといてって言ってたよ。じゃあ君代わりに踊ってくれますか。なんで俺が。誰かがやらねばならない、それが本館ならば。
なんかスピードアップした。この命尽き果てるまで。本当に色物コンビだな。見た目と裏腹に状況は深刻のようだ。先輩氏のダンスはやや気になるが。うん、すごく気になる。さっきの電話、さらに気になるところだ。確か処刑室と言っていたな。内線の番号は手に入れた。行ってみるか。先輩の踊り見たいけど。特殊処理区画、処刑室へ行きましょう。特殊処置企画だった。じゃあ処置企画じゃない、処置区画だった。もうカミカミだ。滑舌が、舌が回りませんが、まあいつものことですから。ここが処刑室ということらしいが、なぜだ、何も見えない。これが闇というものか。まずこの状況を何とかしないと。それにしてもこいつはひどいな。いかにもお化けが出そうってムードだな。こいつら顔がみんな同じだ。やめろ、不謹慎だ。死者がいるんだぞ。そうだ、不謹慎だ。私がいるのだから。いや、見えてないから死者って君のことじゃないよ。しかし、まさかこんなことになるとはな。もう少しで発電装置が復旧する。それまで我慢するしかないな。何が原因で停電したんだろう。発電装置か。そいつを復旧すれば闇を払うことができる。どうやらその必要があるようだな。この画面に行くと闇が払われてるんだけどな。どうやら死者の世界に闇は存在しないようだ。光がなくてもこれなら状況を見ることができる。ただこの世界の難点はカメラはスクロールできないこと。こいつをうまく使って発電装置を探そう。地下って言ってたよね。ここは地下なのかな。間違えた。参ったな、スパナが見当たらないぜ。あれがないと発電装置の最後のネジが締められない。くそ、猫の目も借りたいってやつだぜ。嫁が聞くからね。死者の目ならば貸せるかもしれないな。じゃあ貸してあげましょう。ツールボックスと開きます。おお、あったあった。はい、雫として上から落ちてきたことによってツールボックスに取り付けたので、それを開いて物を落として足元にあったスパナの位置を教えてあげましたと。そういうことですね。偶然うまくいったけど。おお、誰か今掘ったままの人がいたぞ。トンネルじゃない、洞窟みたいなとこに。ていうか逃げてるじゃん、犯人いなかったよね。バンドマンの人がいなかった。これで光は戻った。しかしここで何があったか、それはまだ闇の中だ。とにかく情報を集めてみるとしようか。嫌でも嫌な予感がするな。これに乗り移って上に運んでもらいましょう。あ、今タイミングが、タイミング逃したじゃん。雫に乗り移ってお隣の部屋へ。
届かないか。あ、でもレバーがあるんで倒してみましょう。なあ、今回の処刑本当に正しかったのかな。な、何を言い出すんだ。確かにこの国には処刑の制度があるぜ。でも何年ぶりだ、ここに処刑台を設置したの。さあな、しばらく埃をかぶっていたからな。それで椅子の配線が傷んでいたんだろうよ、きっと。俺はな、天罰だと思うぜ、こいつはな。バカを言うな。処刑の執行は本人も望んでいたんだ。部屋めちゃくちゃになってるな。ジョード刑事が死んでいる。ジョード刑事、間に合わなかったか。それで彼の亡骸はいつ。もうすぐ共同墓地から車が着く頃だ。亡骸を引き渡して霊安室を片付けたらおしまいだ。ああ、わかった。これは4分前に戻って阻止しなきゃってことかな。ジョード刑事氏はすでに処刑の後か。やはり悪い予感は的中したようだ。まあ私にとっては大した問題ではないが。戻れるからね、時間を。亡骸が霊安室から運び出されるとまずい。乗り移れなくなっちゃう。その前に助け出そう、死者の力で。この椅子怖いよな。やりたくないよ、修理なんか。いつまたドカーンと行くかと思うと。ドカーンと行かないまでもビリッとくるかもな。やめてくれ。まあどんなものでも事故は起こるからな。ほら、さっさと取り掛かれよ、椅子の修理。事故で処刑されちまったら化けて出てやるからな。俺を見つめて言うな。どうやらかなり危険な椅子らしいな。ビリッとくる椅子、何かに使えないだろうか。ビリッとくる椅子ってことは電気椅子、つまり電気椅子で処刑される予定だったってことか。ね、このレバー倒しても何も起こんないんだけど。かなりワクワクしながらレバーを倒したのだが、何も起こらない。なんとなく寂しい。なんか怒れよ、レバーなんだからさ。まだ何か足りないことがあるのか。でも電気を復旧したじゃん。あ、電源装置作動してない。こいつは何かのパネルだ。操作できるようだが、とにかくいじってみるとしよう。おお、なんか光った。これをしてからレバーを倒すのかな。何かのランプが点灯した。よくわからないが、これで何か状況が変わったかもしれない。主にレバーのあたりが。じゃあ行くぞ、倒す。なんで押せてなかったのかよ。うわ、ビリッときたぜ。ビリッと来るから何なんだろう。あ、分かった、そういうことか。ごめんね、何回もビリビリさせて。この時にスパナに取り付いて連れてってもらえって、そういうことでしょ。ちびれちまうぜ。悪いね、何回もビリビリさせて。いや、届かないんですけど。なるほどね、雫をうまく使うんですね、やっぱり。おい、ちょっと壊れたけど。いいのこれ、もろすぎだろ。脅かしやがって。は
いリヤカー揺らしています。ランプの電極棒の位置が変わったので、ランプじゃないな、頭につけるやつだこれ、のでこっちに行きますと、この電話もやはり刑務所の外にはつながっていないようだ。この電話線を使って移動できるのは建物の中のすでに取り付いたことのある電話。まあそれは分かっちゃいますよと。はじめまして、ジョード刑事、直接会話するのは初めてだよね。おいあんた、聞こえるか？気絶してるのかな。どこだいここは？ここは死者の世界だ、ジョード刑事。ジョード刑事、なんだそれ、俺のことかい？やれやれ、あんたもか。毎回面倒なことだな。死者は記憶を失う。いつもの説明をするとしよう。そうかい、俺は死んじまったんだな。そいつは気がつかなかったよ。だからあんたは今何も思い出すことができない。いいんじゃないか別に。え？俺は散らかった部屋が嫌いだ。でも掃除はもっと嫌いでね。記憶がない、ありがたいよ。ゴミを捨てる手間が省ける。記憶をゴミ扱いか。こっちは必死で求めているのに。死んだら記憶は必要ない。そして必要ないものはゴミだよ。私にとってはそうではない。あんたの記憶が必要だ。それにリンネ刑事との約束がある。あんたの処刑を止める。リンネだと？どうやら捨て忘れたゴミが残っていたみたいだ。リンネの名前に反応して思い出すなんて。思い出しちまったよ。リンネ、ジョード、そして処刑か。それで君は何者なのかな？私はシセル。あんたの言うゴミ、記憶を探している。シセル？覚えはないか。あんたは私を知っているはずなのだが。悪いな、俺にとっては大したゴミじゃなかったらしい。まあいい、記憶を取り戻せばわかる。とにかく付き合ってもらおうか。あんたの処刑の4分前へと言ったところで、今回のパートに区切りを入れたいと思います。やっと自分をきちんと知っている人と話ができるようになりました。リンネの時は知ってると思ったのに知らなかったという、なんか肩透かしな感じになってしまったけど、この人は確実に何か情報を持っているでしょう。この人を生き返らせて詳しい話を聞きたいと思います。もしよかったら次回もまた見てください。それでは。